俺は、はい、そのメディアに出てるアマチュア野球の記者、はいはい、コメンテーター、はい、そんなのには負けないって自負してる。だ今日は中日ですね、はい。まあ、中日はね、うん、今年、最下位に、なりましたけども、はい、ドラゴンズはね、うん、だから昨年ねブライト岡井をね、うん、取っても今年外野はいらないね、はい、で今年の1年間の戦いで考えると、うん、やっぱちょっとね先発がドラゴンズにしては、はい、ちょっと悪かったなと。なんか序盤って8人で回すぐらい豊富なイメージだったんですよね。そうそうそう、だから防御率が、うん、3.28、まあ、上の方にいるんだよ。セ・リーグでは2位なんだけども、はい、うん、やっぱなんといってもこのね投手陣の中で、うん、エース格柳がね、はい、9勝11敗防御率 3.64 はね、うん、ちょっとこれは想像できなかった、はい、で岡澤のね 2.76 10勝8敗は、うん、よく頑張ったと思う。今年いろんなね、はい、ナックルカーブスライダー、うん、チェンジアップとねいい球も制球力も安定してたし、うん、やっぱり高橋遥人が6勝7敗、はい、で防御率 2.47、 これはもう来年、うん、えぐい活躍をする、はい、高橋遥人投手、あ高橋遥人ね、はい、で、大野、うん、8勝8敗 2.26、はい、ちょっと勝ち星にね、うん、恵まれつっていうね、はい、ところであとはまあ岡野が先発されたと、うん、松葉がね、はい、FA でちょっと流出するかもしれないっていうね、まだ分かんないですけど、ところ上田とかね、はい、何か分かんないけども、謹慎処分、あなんかそらしいですね何か分かんないけどもね、はい、で、はい、リリーフはね、うん、清水ロドリゲス、はい、マルチネスっていうところがねもう盤石だし、うん、でその前に、ね、藤島とか、うん、谷本で根尾ね、うん、でまあ祖父江福、まあ、祖父江福もね今年はやっぱり今までの活躍から比べたらもっと頑張ってほしいっていうところはあるけども、うん、また来年に向けてねしっかりやってくれるんちゃうかと、はい、でまあ先発候補としてはね鈴木博士も先発やってもらいたいっていうところで、うん、なってるんだけども、でまあ打線もねやっぱ得点ができてないのよ。そうですね、得点力が打点が397と、うん、セ・リーグの中で唯一300点台なのよ、はい、ね、その中でどこを取らなきゃいけないかって言った時によ、はい、うん、でも考えて、うん、野手、はい、木下でしょ、はい、でファーストビシエド、うん、でサードは石川怪我しちゃったけど使いたいんだよね、はい、うん、でショートは土田、多分来季もスタート使うよね、うん、はい、でセカンドが高橋周平なのか阿部、うん、なのかっていう、でセンター大島、うん、でライト岡林はもう使うよね、はい、ってなったらレフとかセカンドしか空いてないよ、うん、まあ、セカンドもでもどっちか使うと思うんだね、はい、でも外国人も取ってきたいじゃん、はい、だこれ全体的に頑張んないとね、うん、なかなか来年も打線的にはちょっと貧弱かなっていうところもあるし、はい、あと外野はブライトと鵜飼取ってきてるんだから、うん、はい、今年も1位2位で外野手ってこれはちょっとまともなドラフトじゃないよね。まあそうですね、でもなんか見るとホームランが本当にやっぱりこれやっぱビシエドがもうちょっと打たないと、だからやっぱ来季に向けてはビシエド石川がどこまでホームリーダー伸ばせるかっていうところと、うん、だってブライト、はい、ウカイだって長打力あると思って取ってきてるんだから、まあね、パンチ力あるっていうところでね、うん、そう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 、うん、そもそもね、はい、ってなった時にやっぱ1位2位は野手ちゃうなっていう、うん、ピッチャーですか、やっぱね先発立て直しやろ、はい、だからドラフト1位は、うん、ドラゴンズのおすすめはやっぱりね、はい、先発ピッチャー、はい、高校大学どっ社会人、まあ、これはもう取れる中でのいい選手行った方がいいというのと、はい、うん、俺は右でもいいけど左がいいんちゃうかっていうところでよ、はい、俺のおすすめは、はい、でもやっぱ立浪さんも2年目ですぐ結果出したいじゃん、はい、でそうなった時に、うん、まあ、おすすめはね、うん、エネオス加藤瑞希投手、うーん、左です、はい、はい、かもしくは、うん、東京ガスの薄井勇投手、はい、がいいんちゃうかっていう、それはすぐ使えるからね、うん、やっぱ立浪さんもさすがに1年目で6位は想定外だと思うし、はい、やっぱりすぐ結果欲しいじゃんね、うん、で、まあ、あと打線はもう外国人取ってきてなんとかするみたいなね、はい、だって去年鵜飼と、ね、ブライト取ってんだから、やっぱそこをどうにかね片岡さんの力でなんとかしなきゃいけないっていうね、はい、大学ビッグ4も結構いいピッチャーいますよ、左も、誰、曽谷、白鵬大、白鵬大、あ超パワーピッチャーらしいですよ、ね、いいの、いいの、いいですよ、いい、代表の試合でもすごかったです、ジャパン、うん、それかね、はい、これ2位でもし取れたら上は早いからね、はい、あそうか、最下位だから、うん、2位で取れたら、はい、俺は立教の山田くんとか、はい、やっぱ二遊間もちょっと線細めだから、はい、やっぱこの右の長距離砲もしいけるとしたら欲しいから、はい、1位は俺はもうピッチャー絶対行った方がいいと思う、うん、で2位に
山田君とか二遊間もしいたら、はい、俺はワンチャン取ってもいいかなって思うのと、はい、もし下位で残ってたらね、はい、イヒネ・イツア選手、はい、もし下位で残ってたらね、誉れ高校ですね、うん、そうそうそう、うん、っていうのも俺は身体能力的にも面白そうだし、はい、うんうん、二遊間っていうところでは面白いんちゃうかな、下位でね、うん、あとはキャッチャーの高卒欲しい、はい、キャッチャーの高卒もドラゴンズは欲しいから、だから絶対取った方が俺がいいと思うのは、もう1位は絶対すぐ使える先発、はい、しかも新人王を狙えるような、うん、で考えたら俺はエネオスか東京ガスのこの両者のピッチャーが俺はおすすめで、はい、まあ、2位でもし両方で1位に取れたらいいよ、うん、この2人を、はい、取れたらいいけども、もしうまく2位で残ったら立教の山田は二遊間厚くしたいなっていうところと、下位にはこのイヒネ選手残ってたらね、うん、はい、大型内野手、うん、であとはキャッチャーの高校生は俺は取った方がいいんじゃないのかなってドラゴンズは思う。